アアジカカップ準々決勝カタール戦の1点目のゴールを解説します、えー、1点目のゴール生まれた時はこういう状況でしたがこのゴールでのポイントになる選手は3人です1人目は本田選手そして2人目は岡崎選手そして3人目はゴールを決めた香川選手ですでまず長友選手から香川選手のとこにボールが出ますその時に香川選手のところに3人こうディフェンスいくんですが そこで香川選手がうまくボールをキープしている間に本田選手がバックステップしてスッとボールをもらえる位置に下がってくるんですねでそこにですね香川選手から本田選手にボールが出ますで本田選手はバックステップしたときに前の状況ディフェンスラインをしっかりと一度見てるんですねそしてボールが来たときにこの岡崎選手についてたディフェンダーが 慌てて本田選手にこうアプローチいきます。本田選手バックステップしてますからこの選手がちょっと慌てていくんですがこう距離があるんで比較的本田選手はフリーな状況でプレーできてるんですが本田選手はここで何を選択したかというとここで柔らかい頭をこすワンタッチでスーンとこう裏にですね裏のスペースに出しましたこれ本当に素晴らしいプレーですバックステップしてワンタッチで裏のスペースそんなに距離ないですからね非常にコントロールしたいいパスだったと思いますが。 そして岡崎選手はフリーになってましたから一番岡崎選手の得意なこの裏への飛び出しですねこの裏への飛び出しでキーパーが出てきてましたから岡崎選手はキーパーをこす判断しましたねループ気味のシュートをこう打ちました非常にいい判断だったと思いますがただそのままでは多分入らなかったと思いますでここで最終的にゴールを決めた香川選手が本田選手にボールを出した時にですね ここで立ち止まってるんではなくてですねずっとこう走り続けたと本田選手からボールが来るかもしれないもしかしたら岡崎選手からボールが来るかもしれないということで一番危険なエリアこのペナルティーエリアゴールの近くのエリアまでランニングしていったことによって岡崎選手のシュートが少し弱かったんですが最終的に香川選手が最後触ってゴールをすることができたんですねそういうい意味では本田選手の バッックススス、テップかららのスルーパス非常に素晴らしい戦術眼そして岡崎選手の得意な裏への飛び出しそして香川選手の長いランニングこの3つが非常にいい形で出たゴールです。